クイーン旅立つ私のハネムーンは2014年に公開されたインドのコメディドラマ映画。ビカースバールが監督、カンガナ・ラーナ・アウトが主演を務め、リッサ・ヘイドン、ラージクマール・ラーオが共演している。ニューデリーで暮らすパンジャーブ人の女性が婚約を破棄され、一人でハネムーン予定地だったパリ・アムステルダムを旅する物語である。2013年10月に 不山国際映画祭でプレミア上映され、2014年3月7日に公開された。映画は脚本やラーナーアウトの演技が高く評価され、同年公開映画の中で最高の作品の一つに挙げられている。1億2500万ルピーで制作された本作は10億8000万ルピーの工業収入を記録し、工業的成功を収めた。第60回フィルムフェア賞で6つの賞。 第62回ナショナルフィルムアワードで2つの賞を受賞している。ビカースバールビカースバールは本作のストーリーを機に入り、自身が監督を務めることに決めた。制作にはバイアコム18モーションピクチャーズとファントムフィルムズが参加し、プロデューサーはアヌラグ・カシャップ、ビクラマ・ディティア・モトワーンが務めることになった。バルは脚本も担当し、ラニのキャラクターは 彼がデリーで観察した人々を参考に作られた。これについて彼は私は少女の人生が彼女の家族によって計画されていることを知っています。彼らは自らの人生観を失い、それを良しとしますと語っている。少女が20歳を迎えるとき、家族はシナリオの決裁のために忙しくなり、何も家族が決めた結婚が破談になるまでは、 自分で人生を設計しようとはしなかった。そのため、脚本は第一段階で、ラニは男性を乗り越え、第二段階で彼女自身を乗り越える内容となっている。バールはカンガナ・ラーナー・ウトを念頭に脚本を執筆しており、アヌ・ラーグバスの協力で彼女を起用した。リサ・ヘイドンはオーディションを経て起用された後、役作りのため1ヶ月間フランス語を学んだ。ミシュボイコと、 ジェフリー・ホーは、ロンドンで開催したオーディションで起用され、ジョゼフ・ギトは、路上で歌を披露していたところをスカウトされた。2012年から撮影が始まり、パリ・アムステルダム・デリーで45日間行われた。海外での撮影が多かった一方、撮影費用は潤沢ではなく、バールは25人のスタッフを連れて、海外145カ所の撮影を40日間かけていった。 撮影は1日に3から4カ所で行われ、1カ所の撮影は数時間で終わらせていた。スタッフは撮影現場近くのレストランで食事をし、時にはラーナーアウトたちキャストが公衆トイレやレストランで衣装を着替えることもあった。撮影の際にはラーナーアウトの提案でイタリア人シェフとのキスシーン、ダニがアムステルダムで自分の写真を見知らぬ人にクリックするように頼むシーンなど、 いくつかのシーンが追加された。彼女の功績を認められ、脚本家としてクレジットされることになった。バールは他のキャストにも即興で対話を行わせ、映画にリアリズムを加えている。フンガマ・ホガ・アの歌唱シーンはアムステルダムのクラブ・エヌ・ウェルで撮影され、これは同地で最初に歌われたヒンディーゴソングとなった。12月25日。 全体の90%の撮影を完了させた頃、撮影監督のボビー・シンがデリーでの撮影を終えた後に全速発作を起こして休止した。撮影終了後、カシャップは志願して編集に参加し、編集権のなかったバールは彼の申し出を承認した。2013年12月20日に予告編が公開された。音楽はアミット・トリベディが作曲し、 アンビタダットが作詞している。作曲した曲は2014年2月2日にムンバイで開催されたカーラ・ゴーダアートフェスティバルで発表された。3月1日に追加トラックが発表され、1973年に公開されたアンホネーでアシャ・ボスレが歌ったフンガ・マホガヤをトリベディがリミックスしアリジットシンが歌っている。この曲は映画のエンディングで使用されている。 公開初日の工業収入は2000万ルピーと、低調なスタートとなり、2日目に3350万ルピー、3日目に4300万ルピーを記録し、公開初週末の合計工業収入は約9500万ルピーとなった。平日の工業収入は2500万ルピーとなり、公開第一週の工業収入は1億8000万ルピーを記録した。 公開第2週の月曜日は休日だったこともあり、工業収入は3000万ルーピーを記録した。第2週の工業収入は第1週を上回り、合計工業収入は3億9000万ルーピーを記録した。公開第3週の工業収入は1億1500万ルーピーとなり、合計工業収入は5億500万ルーピーを記録した。公開第四週には6500万ルーピーの 工業収入を記録し、当時のボリウッド映画市場における、公開第4週の歴代工業収入記録第11位にランクインし、最終的な国内工業収入は6億ルピーを記録した。海外市場では、アメリカ98万ドル、カナダ18万ドル、イギリス27万ドルの収益を上げ、公開第5週の合計工業収入は180万ドルとなった。 公開第8週の合計興行収入は1600万ドル以上となった。カンガナー・ラーナーアウト映画は、ラーナーアウトの演技について高く評価されている。ニューデリーテレビジョンのサイバルチャテルジーは4、5の星を与えて、映画をスパイシーで爽やかに気持ちを高めさせると表現し、カンガナーは、クイーン旅立つ私のハネムーンの心と魂であると、批評している。 rediff.com のラジャセンは4、5の星を与え、ラーナーアウトを驚くような華々しさと表現し、映画を君臨する用意ができた女優のためのショーケースと呼んだ。CNN イベンのラジーブ・マサンドは4、5の星を与え、ラーナーアウトの演技について生々しく優美にコミカルと批評している。アヌパマ・チョープラーは、 ラーナーアウトの演技を巧みな心からの透明さと称賛する一方、映画については延々と甘やかすと批評し、3.5、5の星を与えた。デイリーニュースアナライスのサリタ・タンワールは4.5、5の星を与え、クイーン旅立つ私のハネムームは魅力的です。強くおすすめします。必見の映画です。あなたは劇場に幸福を口ずさむ心を残す。 ことでしょうと批評している。インディアトゥデイのサウラブドウイベディは4.5、5の星を与え、映画は素晴らしいものであり、華やかなパッケージであると批評した。ファーストポストのディーパンジャナパルはカンガナ・ラーナ・アウトは完璧にはまっていますと批評している。ジーニュースはクイーン旅立つ私のハネムームは誠実さとシンプルさを印象付けたと批評した。タミル語映画と カンナダ語映画でリメイクされ、カージャル・アグルワール主演のパリパリ、パルル・ヤダブ主演のバタフライが公開され、両作ともラメシュ・アラビンドが監督を務めた。また、テルク語映画とマラヤ・ラム語映画でもリメイクされ、タマンナー主演のザット・イズ・マイラクシミー、マンジマ・モハン主演のザムザムが制作された。ありがとうございます。